光のマンダラ展へようこそ。はい、水彩画担当の鳥子由紀と申します。今回は神仏を描かせていただきました。木を掘って額縁を仕立てた仏師彩輝です。神様や仏様の世界を二人で表した光のマンダラ展、バーチャルリアリティの世界でゆっくりとご覧くださいませ。仏様を見てるとちょっとかなり語りたくなりますね、私ね。暑いですね。そうそうそう、ついついよし。で、次が薄様明王ですね。はい、こちら新作ですね。これもね、そうですね、はい、あの浮上を清めるということで、あの薄様というすごいあの珍しい字を書くんですけど、うんうん、なかなかね読めない方も多いと思うんですけど、そうですね、仏様ですね、うんうん、浮上を清める。からね、私お遍路さんに行ったことがあるんですけど、はい、そうするとあの仏様のお札、薄様明王のお札がトイレに貼ってあったりとかします。よく見てみるともしかしたらあるかもしれないですよね、そのお寺さんとか、うんうん、そういうところに。そうですね、うん、ただわからない人はきっとわからないからそのまま素通りしちゃうみたいな。そうそうそう、そうなんです。なので、まああれです、あのさっきの五頭天皇もそうですけど、はい、疫病を退散と言いましょうか、うんうんうん、退治っていうのかな、そこにまあこう悪さをしないように、うーん、うん、ということでそれを浄化してくれる仏様でもあるんですよね。うーん、うん、そういう疫病から守ってくれるって言った方が一番いいかな。あ、うんうん、薄様明王様も疫病関係にも、うん、あの関わってくるってことですか。そうですね、そういう仏様ですね、うんうん、はい、で次へ行きますか。はい、うん、馬頭観音ですね。はい、そう、もうまさにあれです馬です。そうですね、もうそのままですね、これはね。うん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 、馬さんたち動物たちを癒すという意味合いもあるんですよね、この馬頭観音さんはね。そうですね、あの、うん、ペット関連の方にいいかななんて私自身思っていたりとかしますね。ただまあ好みは分かれそうな絵かなとは思っていますけれども、うん、いや、なかなか面白いですこの表現も。馬頭観音もあのうちの近く、私の実家の近くにはちっちゃな祠みたいなのであるんですけれど、はい、うんうん、ね、やっぱりこの姿もなかなか見られないので、これもなかなかに斬新な表現だと思います。はい、大体その妙、あ、ごめんなさい、うん、いいですよ、いいで言ってください。あ、すいません、調べた資料で言うとその、隣にある薄様妙様みたいな感じの雰囲気が多いかなと思ったんですね、この馬頭観音様って。あ、うんうんうん、なのに、うん、観音様なのに妙様みたいな表現なんだって私は思ったんですよ。ああ、うん、なるほどね。ええ、あの、まあ、明王様の方が激しい表現されることが多いですもんね。うん、そうですね。うん、でもやっぱり、まあ、あの、うん、優しい観音様の雰囲気が出ていて、でもちょっとこう激しそうなこう。そうですね、なんかいろいろなんかこう思っていますからね。そうそう、いろいろ持っていろんなこう宝具というか武器というかなんだかよくわからないものがいっぱいみたいな。そうそうそう、はい、
優しさの中にもしっかりとこう激しさを持ってるのかなっていう、あそんな感じがします。そうですね、はい、ありがとうございます。次いきますか。文殊菩薩ですね。はい、知恵の仏様なんですよね。そうですね、これもね、今ちょっと改めて、もちろん私原画は見ているんですけれど、改めて見ると本当に優しい、はい、そしてこの大きなライオン、ライオン獅子ですかね。獅子ですよね。獅子はライオンですよね。そうライオンです。この獅子を手なずけているっていうところがね、またなかなかね。なんとなくこう、イメージ的にはその知恵によるその、なんだろう、こう手なずけ方をこう。思っていらっしゃるっていうか、こう、まあ、手なずけるっていうその言い方は悪いんですけど、まあ、タロットカードで言うと、力っていうカードで、よく女の人が獅子とかそういう猛獣を手なずけるカードが一枚あるんですよね。そんなイメージでなのかななんて、これを書いちゃったんですよ。なるほど。いいわ。なんて言うんでしょう、この女性のこの真の強さっていうか、それを感じますね。ありがとうございます、まあ、これも結構 Facebook 上で、まあ、少々反応があったものなので、見どころなのかなとは思いますね。では次いきますか、はい、こちら側ですかね。アリサイ女ですね。はい、はい、八大竜王の娘、すごいな、五頭天皇の妻か。いやー強いね。これ菩薩が獅子を手なずけているのなら、アリサイ女はそうですね、竜を手なずけているかっこいい。いや、まあちょっと見ただけだと、あみたいな感じですよね、これね。なりますね。これは本当は最初はハリサイ女っていうその神様とかそういうものではなかったんですよね、書いてて実は。何だったかな、他の竜神の名前だったんですけれども、なんかこれ八代じゃないや五頭天皇が出た後にあれこれ書き上がっていたんですけれども、これもしかして名前が違うなと思って、もう一回ちょっと調べ直したらこっちだなっていう風なエネルギーを感じたんで、私こちらの名前にしちゃったんです。なんかそういうのありますよね。はい、なんか私もそうです、掘っていながら、あれこれってって言ってどんどん変わっていくみたいなのが、最初はそうじゃないつもりだったんだけれど、できてみたら、ああこっちだみたいなね。そうですよね。すごい、どれもこれもパワフルです。 ありがとうございます。はい、光のマンダラ展をお楽しみくださってありがとうございます。引き続きゆっくり楽しんでください。